はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病という生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、白血病は治療しないとどうなるのかというのとね、その治療法についてね、僕の経験談をね交えながら簡単にお話しします。昨日の動画ではね、3年前にね、急性骨髄性白血病とね、診断された時のことと、診断されるまでのたった2ヶ月間でどんなことが起こったのかというね、初期症状というものをね、お話ししましたけどもね、今日はその後の治療に関するお話でございます。まずね、僕がなった白血病というのはね、急性骨髄性白血病という種類の病気でしてね、血液細胞がね、がん化してしまう病気なんですけどもね、血液細胞自体に感覚があるわけじゃないのでね、痛みはありませんでした。なので、以前のね、初期症状のお話の時にね、お伝えした通りなんですけども、疲労感とかね、こう身に覚えのないあざとかね、あとむくみとかね、発熱などがね、こう目に見えてこないと、なんのこっちゃね、わからへんのですよ。なのでね、白血病の進行を抑えるにはですね、早期の診断と早期の治療というのがね、もう不可欠なんです。で、そんな白血病というのはですね、進行に伴ってね、白血病細胞というね、異常な細胞がますますこう増殖していってですね、他の健康なね、正常な細胞よりもね、体の中でね、こう優勢となってしまってね、骨髄中からとかね、血管を流れるその血液から正常な細胞が働かなくなってしまってね、もうしまいにはですね、もう締め出してしまってね、もう白血病細胞が血液の中を占領してしまうんですよ。そのためにですね、症状が出てもね、そのまま痛みもなくね、何も考えずにですね、白血病の治療をね、しないで放置してしまうとですね、白血病細胞の中にある感染とね、戦えなくなる正常なね、白血球の数がね、足らなくなってきてね、重篤な感染症をね、引き起こす可能性があるんです。これはね、初期症状で起こりやすい現象なんですけどもね、赤血球もね、不足してきてね、重度の貧血になったりとか、血小板のね、不足によってですね、身に覚えのないそのあざとかね、いきなりの鼻血のようなね、その出血がね、起こる可能性があります。で、このように治療をしてない白血病というのはね、極めて重篤な疾患となってですね、死に至る恐れがあります。めっちゃ怖いでしょ。そんなことをね、知らずにですね、僕はそのままね、仕事に行こうとしてたんです。昨日のね、動画でお話ししたその近所のね、病院でのね、その血液検査の結果を聞きに行った日の夜に、その電話でね、オーナーに連絡したんですよ。ちゃんとね、報告したんですよね。白血病かもしれないって診断されたんですけどもね、今週予約が入っているお客様もね、担当させてもらってから、週が明けてから大きい病院に再検査しに行きますとね、こう伝えた後にですね、奥さんがオーナー宛にね、メールで、明日すぐに病院に連れて行きたいとね、連絡したみたいで、もうすぐにオーナーから僕にですね、なんか奥さんと話が噛み合ってないけどとね、こう帰ってきてね、そっからね、奥さんとですね、決して穏やかとは言えない話し合いがね、小一時間ほど続きましてね、僕としてはね、白血病かもと言われただけであってね、大したことないと思ってたしね、それに僕は美容師ですのでね、時期的に3月の上旬というのはね、卒業式がありますのでね、お客様の予約がいっぱい入ってたわけなんですよ。なので僕はね、こう自分はどうなってもいいから、そのお客様たちをね、記念すべき日なのでね、素敵なヘアセットでね、こう送り出してあげたいとね、熱望して仕事に命をかけてますという思いがね、あったんです。でもね、その命のかけ方が行き過ぎてたみたいで、オーナーと奥さんにね、こう説得されて、僕の中では、しぶしぶ病院に行ったったという感じだったんです。ほんで、その大きい病院に行ってね、その検査結果のデータを見せたところですね、再検査せずして、急性骨髄性白血病ですとね、診断されたのでね、今思えばね、とんでもない考えをしてたんやなと思いましたね。もしね、この自分の気持ちを強く押し通していたらですね、仕事中にね、バタッと倒れてたかもしれませんし、その方がね、お店に迷惑かかるのでね、良かったです。そして次はね、治療についてなんですけどもね、白血病の治療ではね、重要になってくるキーワードでね、寛解という言葉があるんですよ。で、この寛解というのはですね、この後の寛解導入療法という
の話があるんですけど、そこで説明しますけどもね、そもそもその白血病のね、治療を始めてから、その効果を判定するのは、ね、その寛解という状態であるか否かで判断されます。でその寛解という状態であるかどうかを調べるにはですね、通常は骨髄腺腫というね、腰の骨にあたります腸骨というのがあるんですけどね、その骨の中の骨髄を採取する検査が必要となってくるんです。でそのためですね、白血病の治療ではね、何度も何度もね、骨髄腺腫の、ね、検査を行うことになります。あれが痛かったんですよ、めちゃくちゃ痛かったんですよ。ほんまに一番最初のその骨髄腺腫をやった時の痛さに、ね、びっくりしすぎてね、僕ね泣きましたしね、そっから何回やっても何回やっても毎回痛かったです。まあ最後の方はね、慣れてきたわけではないんですけども、白血病細胞がなくなってる状態という時ではですね、痛みはすごくマシでした。でそしてその検査が終わったらですね、次にそれの検査結果というのを参考にして治療を行っていくんですけども、その治療内容というのがですね、主に化学療法と呼ばれる治療法でして、抗がん剤を使います。最近ではね、その白血病の治療はね、非常に進歩してきているようでしてね、治療の基本となるのは骨髄中に増えた白血病細胞を死滅させて正常な血液細胞を増やすというやり方なんです。だからそんなね、抗がん剤を用いた化学療法というのはですね、もう白血病の第一のね、治療法になります。化学療法による治療というのはね、まあ何回かやるんですけどもね、寛解導入療法というのがね、行われて寛解になったら、今度はね、地固め療法というのをしていくという順で行われます。その寛解導入法っていうのもね、地固め療法っていうのもね、まあ、両方ともね、その抗がん剤を使っていくんですけどもね、まあ、それぞれね、目標がね違ってくるんです。第一段階となるその寛解導入療法のね、目標というのはですね、まあ、文字通りね、寛解になるということなんです。でその寛解というのは、まあ、今から説明しますよ、寛解ということをね。というのはですね、骨髄中に存在する白血病細胞が骨髄液全体の 5% 以下の状態になることを言います。でこれを目標として通常7日間から10日間の間ぶっ通しで長い間抗がん剤が投与されまして、まあ僕はまあ平均的には8日間か8日間連続でされました。まあ、連続でぶっ通しといてもですね、まあ、24時間耐久抗がん剤ではなくてですね、まあ、1日せいぜい20分くらいやった記憶がありますけどもね。しかしね、そんなにほんの20分程度の抗がん剤なんですけどもね、それをやった後というのはですね、白血病細胞だけではなくね、正常な血液細胞もね、骨髄の中からね、減少していくんです。でこの時にね、同時にね、赤血球や血小板もね、減少されますのでね、極端に減少した時にはね、輸血が行われるんですよ。でも大体ね、極端にね、減少するので必ず輸血はね、されます。しかしね、減少するのはね、血液細胞だけではなくてね、他の細胞もね、破壊してしまいますのでね、正常に各臓器各細胞がね、こう働かなくなって、頭痛とか関節痛、筋肉痛、発熱、臓器障害、粘膜障害、味覚障害、視覚障害、下痢嘔吐というね、副作用に 99% の確率で体を襲われます。しかしね、幸いとはまあ言えませんけども、まあ、いきなり来るのではなくてですね、徐々にこう蝕んでいきますのでね、まあ、それは薬で対応することができます。そんな中、白血球というのはですね、なぜかね、輸血することがねできませんのでね、抗がん剤を投与した後もですね、自然にね、白血球がこう増えてくるのね、またの飽きません。でそのね、白血球が増えてくる期間っていうのは、まあ、約4週間ぐらいかかるんですよ。だからね、その白血球が回復する頃合いをまた計算して事前にね、骨髄腺腫行いますよとね、予告されてね、本番までにね、もう痛いの嫌やな思いながらドキドキしながら待ってね、寛解状態であるかどうかを調べるためにね、またね、骨髄腺腫がこう執行されるんです。でおよそ8割から9割の患者さんとかね、まあ、若い子供ちゃんたち学生さんとかやったらね、まあ、この段階でね、完全に寛解状態になることが期待できるんですけどもね、しかしね、僕もそう期待したんですけども、その期待に裏切られてね、ほとんど減ってない状態だったんです。
僕の白血病細胞は強かったんでしょうね。で、まあ、その白血病細胞を、ね、死滅させる化学療法によってね、多くの患者さんというのは、まあ、先ほども言いましたけどね、治療中にね、もう不快な副作用やね、合併症を経験します。考えられる副作用というのはですね、まあ、先ほどの言ったやつの他にもですね、脱力とか、脱毛とか、血が止まらなくなったりするその血液偽抗能力の低下とかね、あと食欲不振ですね。あとね、胃感染性っていうね、その免疫力が低下していてね、あの細胞やウイルスに感染しやすい状態にあることを言うんですけどね、それとね、あの口腔内のね、痛みとかもね、あります。喉の痛みとかもあります。まあ、それぐらいのね、症状がね、出てくるくらいなのでね、白血病の治療にはですね、非常に強い抗がん剤を使います。そのためにですね、高齢者の方とかね、まあ、65歳以上の人ではですね、まあ、その年齢とかね、体の状態とかね、心臓、肝臓、腎臓のね、このあの臓器の状態っていうのをね、考慮して、あの抗がん剤の量とかね、投与日の日数っていうのをね、減らすことがあります。またね、そのご高齢の患者さんとかね、体の状態が非常に悪いあの患者さんの場合にはですね、寛解を目指すのではなくて、白血病細胞をとりあえず減らすことを目的とした治療を行うこともあったりします。まあ、このような場合っていうのはですね、治療後に寛解になる可能性っていうのがね、すごく低くなるんですけども、まあ、副作用や合併症によってね、その命を落とすという危険を考えるとですね、このようなね、治療方法をね、選択せざるを得ません。そして、寛解導入療法に続いてですね、地固め療法なんですけどもね、寛解導入療法で寛解が得られたと判断された場合はですね、血液細胞が回復したことをね、こう、採血によってね、確認した後にですね、すぐに第2段階となるその地固め療法を行います。で、この地固め療法の段階に入った目標というのがですね、寛解導入療法で骨髄液全体から、5% 以下になった白血病細胞を、さらに死滅させて根治させていくということなんです。あの地固め療法でもね、強い抗がん剤が使われるんですけどね、これもね、その治療後の白血病のね、再発を防ぐために、ね、必要な治療なんですよ。まあ、最近ではこの地固め療法でね、強力な治療を行うことでね、以前も行われていた地固め療法の後のね、維持とかね、強化療法がね、行わなくても良いという結果がね、報告されています。で、まあ、地固め療法でもね、先ほども言いました、強い抗がん剤が使われますのでね、寛解導入療法の時のようにね、ほぼ同じようなね、副作用はね、あの合併症がね、現れることもあるんですよ。またね、その寛解導入療法とね、まあ、その治療後にもですね、血液細胞が減少した際にはですね、その程度に応じて赤血球とか血小板の輸血がね、必要になってくることもあります。そして地固め療法が終了して、その効果を判定してね、あの寛解ですよとね、維持していた場合にはですね、白血病のタイプやね、年齢や体の状態などをね、考慮してね、そのまま治療を行わずにね、経過を見ていくという場合とですね、造血幹細胞移植というね、骨髄移植と、末梢血幹細胞移植と再帯血移植っていうのを行う場合があります。で、僕はね、寛解導入療法でね、その寛解にならなかったので、地固め療法というのもせずにですね、抗がん剤で増殖をね、白血病細胞の増殖を抑えた後にですね、この末梢血管細胞移植というのをしてもらいました。まあ、たまたまね、運よくね、骨髄液を提供してくれるね、ドナーさんと巡り合うことができました。まあ、実際にお会いしたわけじゃないんですけどもね。といった感じでね、ちょっと長くなりましたけども、白血病は治療しないとどうなるかというのとね、その治療法についてね、まあ、僕の感じたこととかね、経験したことをね、交えながらね、簡単にお話しさせていただきました。で、次回はね、先ほども言いました、骨髄移植、末梢血管細胞移植、再帯血移植と呼ばれているね、造血管細胞移植についてね、また簡単にお話しします。そんな感じで、今日は以上です。今日も最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。